はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、ピクトと申します。というわけで今回はですね、モッド紹介の方やっていこうかなと思います。でですね、今回やるモッドは、まあ今ね目の前にあるんですけども、ラッキーブロックというね、まあ、結構有名なモッドだと思うんですけども、まあ、僕やったことないんでちょっと見てみたいなと思いまして、やってみようかなと思いました。で、まずじゃ作り方から説明していこうかなと思います。まあ、作り方は簡単なんですけども、ドロッパーを真ん中に置いて、金インゴットで囲むと、ここにね、ラッキーブロックが、作ることができます。で、これ今、ラック0って書いてあるんですけども、これラックの値によって、出るアイテムが、アイテム?わかんない。なんかアイテムが出たり、地形が変わったりみたいな、いろいろな要素があるらしいんですけども、このラックの値によっていろいろ変わるらしいです。で、今0になってるんですけども、例えば、ここに金、鉄インゴットとかを置くと、こうね、ラックプラス3。で、なんかダイヤモンドを、置いたりすると、ラックプラス15みたいな。アイテムによって、上がるラックが変わるっぽいんですよね。でですね、こう上がるだけじゃなくて、こう雲の目とか腐った肉とかを置くと、逆にこうラックがね、マイナス15に、マイナス 15? マイナスにね、なるんですね。こんな感じで、マイナス25と青くなったジャガイモとか置くと。まあね、一応ね、補足で、編集で書いとくんですけども、まあ、アイテムによって、まあ下がったり上がったりがあるみたいです。で、下げるとこんな感じで、アンラッキーブロック。で、上げると、ベリーラッキーブロックみたいな感じで、出るアイテムがね、だいぶ変わるらしいんですけども、まあ、とりあえずね、早速、ここにいろいろ置いてみたんで、ちょっと早速壊してみようかなと思います。はい、というわけで、まずね、左側、これがね、確かね、これ多分ね、ベリーラッキーブロックだった気がする。じゃあ早速ね、一個壊してみようかなと思います。おおおおおあ、こんな感じで。なんか鶏がいっぱい生まれて、あ、ダイヤモンドがめっちゃ落ちてる。ダイヤモンドと、なんだこれ、ビーコンもなんか落ちてた気がするな、あった。ビーコン。あ、なるほど。ベリーラッキーだといいアイテムが落ちると、あ、待って、チェスト。おやべえ。え?エメラルドとかなんか、めちゃくちゃいいアイテムが入ってる、なんか。あ、すごい。装備が今回いっぱい出てきたね。一応金装備してんだけど、なんかダイヤのブーツとかいっぱい出てきた。で、これが、うえ、なになになに?あ、牛が、待って、牛が死んじゃう。おエンチャントテーブル?エンチャントテーブルが出てきた。あ、すごいね。なんだこれ。なんだこれ。え?なにこれ?え?あ、こんなんもできるんだ。へぇ、なんか井戸が出てきた。すごいな。じゃあちょっと今度真ん中、普通のね、まあ、ゼロなんだけど、まあ、ゼロ壊し、なに?まあ、ゼロ壊すと、まあ、こんな感じで普通の、まあ、素材とかがいっぱい出てくる。なに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 ?なに?なにこれ?あ、ん?鉄?ネザー水晶ブロック、鉄ブロック。あ、なるほど。びっくりした。あ、アイテムだけじゃなくてなんか花火とかいろいろ出てくるっぽいな、なんか。ボブ?誰?誰だよ、お前。あ、敵も出てくるんだ。へえ、しかも強くね、こいつ。なるほど。ボブか。今、ボブっていうのか。なんか敵も出てくるっぽいね。これ敵何が出てくるんだろうな。まあ、多分ホームページとか見る。待って、強くね?ちょっと待って、強くないか、こいつ。よし、というわけで。ちょっとね、ボブがね、ボブ強くね?ちょっと、まあ、ボブはね、強かったというわけで。めっちゃ強かったな、ボブ。あ!でね、さっきね、ですね、ちょっとクリエイティブモードの時に倒しちゃったんですけど、なんかボブ倒したらアイテムが出てきて、え、強くね?え、なんか、めちゃくちゃエンチャントされたアイテムが出てきた。こんなにいっぱいつくもんなんだね。すごいね。ボブすげえわ、ボブが。というわけで、よし。じゃあ次、あれ壊してみましょう。ちょっと待ってね、ツルハシ。今度はじゃあ試しに、アンラッキーの、ブロックをね、ちょっと壊してみようかなと思います。はい。え、なになになに?待って、え、待って、なに?待って、なに?なにこれ?え、死んじゃう。なにこれ?ルックアップってなに?待って、これ壊せる?え、ちょっと待って。え、これ死んじゃうね、これ。なにこれ、なにこれ?え、待って、これなに?あ、これ黒曜石だよね。黒曜石やったら壊せるはず。あ、なるほど。こういうトラップも潜んでるわけだな。アンラッキーブロック。ちなみにこれ今、クリエイティブモードで普通に出したアンラッキーブロック。ラックマイナス80ってなってるやつなんですけども。
ラックマイナス80とマイナス100だとなんか違うのかな。一応マイナス100のやつも作ったんですけど、まあ多分あんま変わんないのかな。でもなんかアイテム的にそんな出てくるアイテムもそんな変わんない気がするし、てかなかなか壊れないな、これ話してる間に壊れるかなと思ったけど、よしってわけでやっと脱出できたよ。オッケー、まあ、こんな感じでなんかトラップみたいのが、あ、なにこれ、ラッキーカウ、なにラッキーカウって、ちょっと倒そう。え、なんか変わったかな。何も変わんねえな。ラッキーカーは何も変わんねえな。よし。というわけで。じゃあもう一個ね、アンラッキーブロック壊してみようかなと思います。せい。え、なに？でかっ！でかっ！なにこれ？え、ちょっと待って。なにこれ？え、めっちゃでかいの出てきた。そういうのもあるのね。アンラッキー、マイナス100。ちょっと待って。マイナス100をさ、1個。うわ、でかい。じゃあマイナス101個壊してみようぜ。いきます。はい。そんな。よし。というわけで、やっとね、戻ってこれたんだけど、なんかすごいことになってる、この辺。この辺なんかやばいことになってる。あ、クリーパー消えてるし。消えちゃったらなんか、さっきまでいたんだけどね。じゃあ、今度は、あれね、マイナス100みたいなのをどっか固めて置いといたんだよね。まあ、適当に何個か壊したら、もっと紹介終わろうかなと思います。あ、これ多分普通だね。これ多分ね、マイナスじゃねえよ。これ多分、普通かな、これは。あ、なんか、ええ、めっちゃ狼生まれた。すげえ。あ、これプラス100かな、これ。これ多分ね、プラス、ラックプラス100のやつかな。釣り竿とか出てくるんだけど、これどうなんこれ。あ、めっちゃいいの出てきた。すごい。スポーン、ムーシュルーム。へえ、こういうのも生まれてくるんだね。よし、じゃあ多分ね、これがね、これが多分、また危ないやつだと思うんだよね、これ。危ないわ、もう。完全に危ないわ。痛い！危ないわ。ひたすら危ないわ。よし、ってわけで、スライムがちょっと邪魔なんだけど、まあね、ちょっと引き続き壊していこうかなと。今度はね、これで。行くぜ！ちょっと何これ、ゆっくり殺しに来やがった、こいつら。くそ。なんて地獄なんだ。くそ、じわじわ殺しに来てやがれ。ああ。というわけで、まあ、こんな感じで、いろいろね、いろいろあるわけなんで。まあ、なんかラッキーブロックいろいろ他にも、ノーマルタイプじゃなくてなんか色違いのラッキーブロックがあって、他にもなんか、出てくるアイテムや効果が違うラッキーブロックの最もあるらしいんで、よかったら皆さん、最後まで見てくださった方ありがとうございます。ぜひ、皆さんもやってみてください。というわけでご視聴いただきありがとうございました。では、うわぁ、なに、うわぁ、じゃねばい。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンの方は、チャンネル登録ボタンか動画説明欄から、PC の方は画面の登録ボタンを、クリック。それでは、じゃねばーい。